チームの皆様、こんにちは、こんばんは。初めましての方、初めまして、そうでない方もよろしくお願いいたします。はい、カルチューリンです。どうも、初めまして皆様、鳥人間のほうつけです。はい、去年ね、高崎祭りで一緒に踊ってくれた、あれですよ、群馬盛り上げてくれた YouTuber さんですよ。夏祭りのど真ん中で暴れてきた動画をお送りしますので、よかったら最後までご視聴よろしくお願いいたします。しましたね、時が経つのは早い、はい、もうね、1年経ったらね、早いね。はい、で、今日ね、2人でね、もう山下公園来てるんですよ。山下公園、思い出の場所ですね。まあ、僕にとってのそうそう、その後僕も続いて企画やったんですよ。はいはいはい、山下公園でリア充の邪魔してきた。そう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 まあ、雰囲気を邪魔するって逆だったんですけど、って感じのやつがありましたね、昔。そう、カップルだらけの中でね、そうですね、ちょっともうなんか、視聴者さんからのリクエストで、もう山下公園のリア充邪魔してこいって言われたから、もうやるしかなかった、俺は。で、それ見て僕感動して、俺もやりてえと思って今日来たんですよ。ありがとうございます。はい、で、前回クリスマスやったんですけど、はい、寒すぎていなかった。いや、幸せにできてない。まあでも、その今当たり前だって関係者一番やっぱいいかもしれないですから。そうです。え、月はってどのぐらいなんですか？1年計3年。うわ、長い。長い長い、いい。長い、さすが。まあ不満だらけです。いや、でもお互い中をとにかくぶち壊す企画でやってきました。クリスマスの夜、リア充いいね。俺はリア充になりてー。俺のリア充ぶち壊してやるー。ミュージックスタート。冬はそうですね、ちょっとここにずっといるのは海だからね、海だからね、なかなかしんどいと思う。今ちょっとね、綺麗な船通ってるけどね。綺麗ですね。そう、インスタ映えですね、これ。インスタ映えだよ。はい、ってことでね、はい、もう僕たちね、今この話をした後に今ここにいるわけですから、やるしかないと。はい、リベンジです。あの時の、あの時のね、クリスマスのリベンジマッチを今果たそうということで、はい、そう、本当はそんな無理じゃないんだけど、ちょっと拒否権待ってます。いやね、いや大丈夫です大丈夫です。もう僕も主任と一緒に動画ね、遊びたいんで、はい、やりたいと思います。ということでね、カップルだらけのこの雰囲気邪魔していきたいと思います。おいねー、行ってきます。ドマンセーマン、ドマンセーマン、すぐに呼びましょう、音量し、レッツゴー。この動画の制作は、光ドットインク、アクエリ軍団、金曜まで夜更かし、ゲストコラボ、コウスケ、ご覧のスタッフの提供でお送りいたします。どうにリア充を邪魔していくかというと、今年の夏に全然盛り上がらなかった、ゴールデンボンバーさんの令和を、再び踊っていきたいと思います。場所が場所なので1分ぐらいの検証、 TikTok をやる感覚でやってもらいたいのが、一緒に令和ちょっと踊ってもらいたいんですよ。令和全く俺頭入ってないですよ。めめしくよりかは楽ですよ。さて、リア充いない人からするとだんだんきついシーズン来ました。てことで、そんな最初のためにも一瞬でもイチャイチャなカップルの雰囲気を邪魔していきます。リア充いいな、俺もリア充に
になりてぇ。残念でした。ミュージックスタート。リア充いいな、俺もリア充になりてぇ。ミュージックスタート。なんでやねん。ちょいやっさ。とりあえず出かけなさい。出かけなさい、外に出ろ。とりあえず外に出ろ。いやいや、外に出ろ。外に出なきゃ人脈もできなければ彼女もできるよと。YouTube ばかり見せたらあかんよということですよ。オッケー。まあちょっとね、どういう反応したかは想像するかと思うんで、今日の動画はこれにしたいと思います。手短ですけど、本当にありがとうございました。またフォークさんにはね、違う動画でも出てもらうと思います。ではまた皆さん、次の動画でお会いしましょう。 See you。チャンネル登録お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。魚介系なんですよね、マジで。これちょっと